大隅栄寺序伝、松岡清明の千夜千冊、第0736夜、大隅栄寺序伝、大隅栄、中高文庫2000日、輪番という言葉を最近はあまり見かけなくなった。大隅栄の生涯はこの輪番をもって進み、輪番をもって途絶える。今では何が不穏であるかなわからなくなっている。しかし大隅栄は常に不穏の上にいた。社会が不穏であるだけでなく大隅自身が不穏であった。大隅が生きることは、大隅だけではなく大隅の周辺を不穏にした。しかしその輪番と不穏は生の拡充そのものが生んでいくものだった。有名なエッセイ、生の拡充には、こうある。生の拡充の中に生の市場の美を見る僕は、この反逆とこの破壊との中にのみ、今日の生の市場の美を見る。制服の事実がその頂上に達した今日においては、会長はもはや美ではない。美はただ乱調にある。会長は偽りである。真はただ乱調にある。乱調、なのである。乱調、でもある。大隅栄はひたすら乱調を持って敏乱であろうとし、乱調を持って不穏であろうとし、その途中で虐殺された。春蔵月鋭利残され花に舞う。大隅栄を一言で表すとすれば革命家と呼ぶのが一番ふさわしい。大隅と親交が深かった江口寛も僕があった人物の中で、大隅こそが最も革命家らしい革命家だった、と述懐した。今は日本に革命家など一人としていなくなったようだし、革命家を目指している者もいない。おまけにひどいことに、今日の世界情勢では、革命家は大抵はテロリスト呼ばわりされている。無論すべての革命家はテロを排除しはしない。革命家はテロリストでもあり得る。しかし、テロリストであることは革命家の条件ではない。革命家の条件はいろいろある。大隅の場合、最後まで同志であることをやめなかった和田九太郎によれば、その条件は強情とわがままにあったという。和田は大隅が伊藤の絵と共に虐殺された後、たった一人で報復テロを敢行しようとした男であった。そんな和田が言うことだから、まさに大隅は強情でわがままだったのだろう。大隅は傲慢、また不遜でもあった。例えば15歳年上の坂井俊彦には友達扱いしたのみならず、絶えずおちょくり、ほとんど一度も尊敬の姿勢を表さなかった。なぜ大隅が傲慢であったかといえば、そういう気質もあっただろうが、おそらくは冬の時代に自己対決するためだった。坂井の天端たる大気主義も気に食わなかった。大隅が社会主義に目覚め、アナキズムに走った時、すなわち岡浅次郎の進化論講話やクロポトキンのある革命家の思い出や幕府人の神と国家に傾倒した時、時代は明治33年を超えて20世紀に入っていた。明治33年は治安警察法が公示された年である。この時代、日本は日清日露の両戦争の間にあった。大日本帝国の確立期と社会主義の導入期と産業革命の実践期にあった。1903年、高徳秋水と坂井俊彦はすかさず有楽町すき家橋に平民社を起こして週刊、平民新聞を発行した。山川仁がいた。18歳の大隅は早速ここを訪れ、日本の社会主義の夜明けを嗅いだ。よろず朝方から石川三四郎が、26社から西川幸次郎が加わり、木下久江、内村勘蔵、中田都海山、斎藤緑に加えて、画家の平福百に乗る小川右線、それに宮崎東天や竹久夢二、菅の菅が出入りしていた。ほぼ全員が日露戦争開戦に反対していた。直後に足尾鉱毒事件が起こり、田中正造は天皇に直訴した。直訴状は高徳秋水が前夜に認め、めたものである。こうして大隅は田中や幸則に強く刺激され、直接行動論に傾いていく。大隅は生活費のために社会が企画した売文社の家庭雑誌の編集に携わっていたのだが、一方では、直接行動を自らに喚起させるようなことばかりをする。アジテーション、新兵諸君に当たう、青年に相撲激烈に綴って起訴され、屋上演説事件と赤旗事件の度に入学した。赤旗事件の時が23歳である。2年にわたる入学を終えた1910年、大学事件と日韓併合が起こり、翌年に高徳秋水ら12名が処刑された。冬の時代の寒風が吹きすさんだのである。こういう季節の渦中、酒井の大気主義に大隅が満足できるはずがない。酒井は無視され、大隅は荒畑寒村と近代思想の相関と三次化リズムに向かう。1912年、大正元年、27歳である。それから5年後、ロシア革命が勃発した。大隅は高徳秋水の死の背後に煮えたぎる行動主義に燃え、いても立ってもいられなくなっていく。日本にロシア革命を起こしたかったのではない。ロシア革命のようなものしか革命だと思われないことに、怒りを覚えたのだ。なぜなのか、そこには自由がないからだ。こうして大隅の革命家の条件は自由恋愛にも現れる。大隅は21歳の時に堀安子と結婚するのだが、1915年には上近一子を炎のように燃やし、翌年は辻順の恋人であった伊藤の絵と恋愛関係に入って、その複雑な女性関係を新聞で慣れ、その年の冬には日陰茶屋で上近に刺されるに及んだにもかかわらず、断固として生の拡充をやめようとはしなかった。それを強情とかわがままと呼ぶのがいいのかどうかはわからないが、大隅は女性を何としても一個の人間として、男女に関わりない存在者として扱いたかったのである。そこで大隅は自由恋愛の3か条を挙げる。1、互いに経済的に自立する。2、同居することを前提にしない。3、互いの性的自由を保障する。こんなことが革命家の条件になるはずはないし、男の勝手だと言われるのがオチであるのだが、大隅にはこれを邪気なく実践し続けるものがあった。堀安子との結婚も夫婦別姓を通した、夫婦別姓の先駆である。本書、自助伝はその全体の3分の2ほどが大隅のイタセクシュアリスのようなところがあるのだが、特に日陰茶屋事件前後の三角四角関係については、丹念というのか、無邪気というのか、大隅の新しい女、二度に期待する心情が吐露されていて、いささか不憫なほどである。しかし、女性からしてみればこんな大隅こそ敏乱の張本人なのである。一方、久米正雄は大見えが切れることが革命家大隅の特色であると見た。1920年10月、大隅は坂井俊彦や山川仁が尻込みしたコミンテルン極東社会主義社会に出席するために上海に密航し、コミンテルンの代表チェレンに向かって、こう大見えを切った。僕は金をもらいに来たのじゃない。日本は日本でどこから金が来なくても、今まですでに自分で自分の運動を続けてきたのだ。これからも同じことだ。上血がつくような金は数踏みも欲しくない。日本脱出期にある言葉だが、これがなぜ大見えかというと、大隅ほど貧乏続きの男はいなかったし、大隅ほど好き勝手に人の金を借りるのが上手かった男もいなかったからである。後藤新平、つむり山満、杉山茂丸、いずれも大隅の無心に手を貸した。この辺りの血の期待チテルと共通するものがある。そもそも大隅は陸軍幼年学校に行ったほどだから、軍人になりたかった少年だったのである。子供時代は西郷隆盛に憧れた。元帥になりたかったのだ。しかし大見えを切る者など軍人に離れっこない。軍人になるには、まず一兵卒としてのディシプリンが要請される。ところが果たして少年大隅は、難色事件、遊びだったと思われる野学流殺傷事件などにより陸軍幼年学校を奉公され、東京に出て外国の学校普通科に入ったのである。ところがこれが幸いして、たちまち語学の才能を発揮した。
内なる才能に潜んでいた質の乱調が初め発したというべきか。大隅には有名な一般一語という言葉がある。何かを犯して一回登録されるたびに、外国の一カ国をあらかたマスターしてしまおうというモットーだ。大隅自身はもっと過激に俺は10カ国語で登りたいと言ってのけた。実際にも同時代の証言では、大隅の語学力は群を抜いていたらしい。中でも大隅がかけたエスペラントのに対する情熱と先駆性には脱帽したい。印刷工でエスペランチストであったらマナカイジの影響によるのだな。言語におけるインターナショナリズムあるいはアナキズムをここまで突っ込んだものは、日本にはそれほどいない。本郷に日本最初のエスペラント学校を開いたのは山田と大隅だったのである。ポーランドのガンカイザメンホフが草案した世界のエスペラントが日本に入ってきたのは1900年頃で、長崎の開成中学でフランス人教師ミスメルが教えたとされている。ちなみに僕は、学生時代にエスペラントの日本導入史や山田開示に関心を持っていろいろ調べていたことがある。資料が少なくて苦労したな。双葉亭氏名、吉野作造、水平社の西光万吉、坂本誠一郎、小前喜作、岩佐作太郎、歴史学の黒坂克美らがエスペランチストだった。その後、向井隆のアナキズムとエスペラントを山田開示、人と生涯がまとまった。大隅にはまた、白紙主義という有名な言葉がある。労働者は白紙の上に自分の言葉を一字一字、一行一行書き続けるべきだという意味なのだな。そこには言語そのものが自分たちの血肉と共に新たな言語となって起爆するべきだという思想も含まれていた。大隅は一般一語、とりわけエスペラントのによって、すべての革命思想を白紙から作りたかったのである。1906年、神田水戸町の青年会館で開かれた日本エスペラント協会の創立大会で大隅がエスペラントに翻訳して朗読してみせたのは桃太郎だった。大隅は何であれ独学者であって、革命すら独学で起こしたかったのである。僕は白紙者という尊称をこそ送りたい。こんな風に書いていけば、大隅に潜む乱調哲学はすべからく革命家につながっているように思われようが、無論そんなことで大隅栄という傍若無人な記載をプロフィールできるわけはない。そもそも大隅は革命という言葉よりずっと自由という言葉を本音で生きていた革命者であった。本書には自助伝の他に短文エッセイ、僕は精神が好きだな収録されているのだな。そこには思想に自由あれ、しかしまた行為にも自由あれ、そしてさらにはまた動機にも自由あれという数踏みがある。大隅は精神そのままの思想を動機にさえ求めたのだった。もし革命というものがあるとすれば、その精神の起点こそが革命であってほしかったのだ。こんな風にも書いている。僕の一番好きなのは人間の盲目的行為だ。精神そのままの起爆だと。このような大隅の白紙的盲目的独学的自由精神を捉えてみると、実はその乱調哲学は自由のために生まれたというよりも、もっとやむにやまれぬ事情の突破のために培われたものだったという気がしてくる。ここでは一つだけその例示を挙げることにする。例えばあまり語られてこなかったことに、大隅の乱調の哲学が大隅を幼児期から悩ませた喫音にもきっと起因しているのではないかということがある。実際にも大隅の喫音はかなりひどかったようで、山川仁の自伝には、大隅が柿久家子の発音に差し掛かると、あの大きな目をパチパチさせて金魚が歩を飲み込むような口つきになったことが述べられている。陸軍幼年学校に入った時、下限の月と言えないので、上限ではありませんと言って切り抜けたという話も残っている。また、後藤新平のところに借金に行った時、500円を借りるつもりが語の発音が出ず、仕方なく300円と言ってバカを見たというような話を大隅自身が吹聴してもいる。こういう大隅を大隅自身は内気だとみなしていた。本書にはこのような文章が出てくる。こう言うと人はよく笑うな。僕には極内気な、恥ずかしがりのところがある。ちょっとしたことで済む顔を赤くする。人前でもじもじする。これも生まれつきであろうと思うが、どもりの影響も決して少なくあるまいと思う。大隅栄は明治18年、1885、四国丸亀の生まれだな。父親の転任によって新潟柴田に育っている。柴田は後の大倉グループや大成建設を作った大倉喜八郎の町である。日本で最初に自動車を輸入した男である。だから大隅には故郷がなかった。その後も、野別引っ越しし、引っ越しをしないとき叩いていかんの国いるか、あるいは関係につけ回されて動いていた。日本を捨てようとしたことさえあった、日本脱出期。すなわち大隅は人所不在の人、無住の人という意味でも白紙者なのである。故郷を持たなかった男だったのだ。永久の流浪者であって、転移者であり、母国喪失者なのだ。しかしだからこそ、大隅は母なる者によって自由と革命と祖国と言語とを作りたかった。そのためには既存の秩序と既存の制度と既存の観念と既存の行動を犯していく必要があった。大隅の思想と行動はそのための証明書でなければならなかったのである。だからこそ大隅は、こう書いたのだ。輪郭は僕らの真のママである。1923年、大正12年、8月に大隅と野江の子の長男ネストルが生まれた。ロシア革命時のウクライナ自由コミューンの同志ネストルマフノにあやかった命名である。9月11日、関東大震災が突然に東京を襲い、帝都は阿鼻叫喚の地獄と化した。朝鮮人が井戸に毒物を投げ込んでいるという噂が専門風のようにシックした。9月14日、伊藤の絵は関連霊の焼け野原の中を馬車をよろめきながら押し、アスケ元一を訪ねて金を借りた。アスケは有島武郎の海の親友で、有島から大隅の絵を援助するように申し渡されていた。その有島はこの後畑野明子と軽井沢に心中自殺する。翌日、野絵は荒畑寒村留守宅に夫人を見舞って激励し、16日には内田湾の最後の大隅によると、大隅と野絵は連れ立って様子をして、鶴見横浜方面に出かけた。その夜、二人は戻らなかった。野安奈はきっと鶴見の叔父のところに行ったのだろうと推測した。鶴見の叔父とは大隅の弟の大隅勇のことである。そこには大隅の妹あやめの子の立花総一が預けられていた。また横浜には野江と辻順の子の一、辻誠が辻と共にいるはずだった。二人が鶴見で幾幕かの生活費を渡し、総一を連れてその家を出たあたりのことまでは分かっている。その後、麹町憲兵隊が大隅と野江と総一を強引連行して、滅多打ちにした後古井戸に投げ込み、上からレンガを次々に落として虐殺した、ということになっている。それは天笠正彦憲兵隊員の指令だ、ということになっている。事実、天笠は11月の軍法会議で懲役10年の刑罰を受けた。しかし、その後、天笠はこのことについて一切口を閉ざしたため、真相は未だに闇の中にある。後に、その頃赤池警視総監の下で官房指示についていた勝力松太郎の証言によると、陸軍の高畑たちが14日に大隅栄、吉野作造、大山郁夫、酒井俊彦を殺すと言っていたらしい。拉致決行暗殺断行は2日遅れたに過ぎない。3人が殺された。大隅栄38歳、伊藤野江28歳、総一6歳。3人の墓は、伊藤野江の故郷に近い福岡市今宿の山中にある。野江は3度結婚して、7人の子供を産んだのである。
そのうち大隅の遺児として、マコ、サチコ、エマ、カッコ、エマゴールドマンからの命名、後に九州エマと呼ばれた、ルイズ、カッコ、ルイズ・ミッシェルからの命名、ネストルの5人の子が残された。大隅栄とは何者だったのか。最近の僕は、大隅栄の後半生を作ったのは伊藤の絵だったのではなかったかと思っている。参考大隅栄を読むのは、僕がそうだったのだな。中高の日本の名著第46巻の大隅栄、カッコ、1969、か、ちくまの近代日本思想体系第20巻の大隅栄が、いい。前者は只見太郎の、後者は大沢青銅の解説が付き、2冊を合わせると、獄中記、生の闘争、青年に沿う、日本脱出記、人生について、ロシア革命論、その他の、大体の著作が収録されている。岩波文庫からは、この2冊に未収録なものを含めて飛鳥井正道がピックアップした大隅栄評論集が刊行されている。全集は今は入手不可能な現代視聴者版がある。評伝もいくつかあるが、叩きつけたような文章の竹中郎の断影大隅栄、かっこ現代書館、千曲文庫、最も詳細で最もダイナミックに綴られているか、又聡の大隅栄、自由への失踪、かっこ岩波書店、大隅のパリ時代に焦点を当てた松本信夫の日本的風土をはみ出した男、かっこ小山各出版が生き生きとしている。今回は、革命家大隅栄についての記事でした。YouTube ひじくろチャンネル、また次回。